太平洋は人類に与えられた最大にして最も貴重な共有財産です。今回のサミットでは首脳間の率直な議論の成果として福島いわき宣言を採択しました。今後3年間で550億円以上の支援および4000名の人的交流人材育成を行う考えです。平和で豊かな太平洋の未来を作るため太平洋諸国と協力していきたいと考えています。